盆栽鉢の選び方を教えていただこうと思います、はい、初心者向け、初心者向けということで、はい、地はいっぱいあるんですけども、はい、まあ、基本的に木の大きさですね、まあ、木の根っこが入んなきゃどうしようもないんで、まあ、入る大きさを選ぶで、まあ、あとはこの浅い深いがあるんですけども、はい、深い方が、まあ、要は土がたっぷり入るんで水管理も簡単ですし、うん、根も張って木も元気になりますね、はい、で浅い時はやっぱり土が少なくなるんでより厳しい環境になります。はい、はい、なので厳しい環境を好む木ですね。真柏とか五葉松とか、はい、あとは草物ですね、はいはい、そういうのなんかはこういう浅いサラバチみたいなのかなんかに植えたりして、はい、楽しめますし、はい、こう深い方が、まあ、初心者にはおすすめですね、まあ、今これ丸鉢ですけど、まあ、いろんな形があるんですけど、はい、楕円とかこれ丸鉢、ね、楕円、これが楕円で、はい、これ丸の太鼓って言われてるんですよ、いっぱいで、うんうん、太鼓の胴みたいな感じで手を打ったりして、はい、昔ながらのスタイルで、ね、これまあ普通の丸鉢ですね。これやっぱ結局好みになるんですか？好みになりますね、はい、あとは基本的にこの色鉢ですかね、釉薬かかった鉢はですね、はい、木の色とかと合わせて植えていくんですよ。なるほど、はい、やっぱり花が咲くものはそれと同じ色だとちょっとね、うん、確かにピンクの花咲くのにピンクの鉢入れてもやっぱりあれですんで、欅ですね、はい、木仕立てで丸っこい柔らかい木ですので、うん、鉢も柔らかい楕円の鉢に入れてあります。葉が緑で鉢も緑ってちょっと違うぞって思うかもしれないんですけど、うん、うちの場合は葉落ちの感じですね、冬の姿で幹が白くて、はいはい、綺麗なんですけど、それを目立たせるためにちょっとこういう緑っぽい青ゴチっていうね、中国の古い鉢に入れてあります、はい、無難なのは白っぽかったりね、あるんですけど、ちょっと変えて緑にして冬の白い肌を際立たせるようにこういう感じに合わせてあります。四角い長方だと品格が上がったりするんですけどね、はい、カチッとして硬い感じになりますけどね、まあ、楕円はマイルドな、そうマイルドな感じイメージ、角がない感じですね、うん、女の子にはこういう感じの方がいいですね、はい、優しい感じの、うん、はい、ただ五葉松ですね、これは霊物の鉢ですね、釉薬がかかってない鉢ですね、うん、でそれで楕円の鉢で深めになってます、はい、小白とか根が呼吸がすごくしますので、はい、通気性がいいものっていうので昔から霊物の鉢に入れるっていうのが一般的になってますね。霊物っていうのは霊物、土ですね、デイデイデイ泥の鉢で、ね、デイ鉢っていうんですけど、まあ、釉薬がかかってない鉢ですね。なるほど、はい、それは根っこが呼吸しやすいっていうメリットがあったりしますので、昔からこういう鉢に入れてあげた方がいいと言われてますね、まあ、これも楕円でちょっと柔らかい感じにしてありますね、うん、まあ、長方でカチッとした感じでもいいんですけどね、でも割る方がなんていうんですか、マイルドな、そうですね、優しい感じはします、感じします、はい、確かに厳しさはちょっとないかもしれないですけどね、はい、でこれは今ちりめんかずらっていう、まあ、常緑の木ですね、はい、まあ、半常緑ですかね、この辺寒さ当たると葉っぱが赤くなって落ちちゃったりするんですけど、はい、室内で冬はなんか楽しんでずっと緑のまま楽しめる、はい、丈夫な木ですね。山なんかつるになって絡んじゃっていますので、こう太くなるっていうのがなかなかないんですよ。つるなんで、これでももう何十年も経ってる古い木ですね。ちっちゃい木ですけど、これなんかはもう常緑樹なんで、まあ、この緑とかを生えさせるためにこの白の古い鉢ですね。うん、まあ、色が時代が乗るっていうんですけど、くすんできて、はい、内側から染み出た土の養分とかで色が変わってくるんですけど、もともと真っ白だった、白っぽかったですね。クリーム色になってきますね。もっと古いと飴色って言って、はい、もっと深い色になってきますね。なるほど。はい、これ長方の墨入りって墨が欠けてる、はい、墨入り長方っていう鉢になりますね。やっぱり白が無難ですかね。その墨入り長方に、はい、したのは、はい、どういった？そうですね。やっぱり長方で大きく見えるんですよ。うんうん、この角がある分で、はいはいはい、でやっぱり楕円と長方の中間みたいな感覚ですかね、はい、ちょっとかっちりしてる、角も取れてるっていう感じで、ちょっとなんとなく柔らかく見れる感じですかね、はい、
ここがまっすぐに切れてると墨切りって言うんですけどね。ああ、墨入り、墨切り。はい。ああ、もうちょっと用語がいっぱいありますね、盆栽は。大墨入りとかね、ここが大きいやつとかいっぱいありますね。これは長寿梅ですね。はい。はい、もう花咲いて。そうですね。ね、年に4回とか、ね、2ヶ月に1遍ぐらい伸ばせば花咲いちゃう。はい。で、縁起がいいんで長寿梅なんて名前ついてますけど。はい。梅じゃないんですよね。あ、梅じゃないんです。梅の花みたいだっていうね、そういう安直な名前がついてますけど。あ、そう、はい、花びらが5枚あるとみんな梅みたいな感じでつけちゃってたんですよね、昔ね。梅じゃないです、ボケの仲間ですね。これ株立ちっていう樹形でわーっていっぱい生えてますので、ちょっとボリュームがあるんで広さのある鉢に植えてあります、うんうん、で花も咲くし緑もあるんで、ちょっとこのなかなかないんですけど、金葉っていう色ですね、水色、金葉、はい、金葉っていう水色の鉢に合わせてありますね。木が古くてしっかりしているので、こう長方のしっかりした鉢、カチッとした鉢でちょっと樹角を上げてみましたね。でちょっと蒸気で花物でよく乾くんで深めにして、なるほど、はい、培養にもいいようにしてあります。これあれかな、宿鳳っていう鉢ですかね。宿鳳、はい、ブランドっていうか作家名ですけど、うん、京都の清水で焼いてもらってる、はい、これだけブランド鉢、これはそうですね、まあ、そっちもみんな有名なやつですけどね。あ、そう、はい、この中で一番そうですね、日本の鉢じゃ高い方ですね。正直これが一番かっこいいなと思いました。あ、そうですか。なんかバランスもそうですね、はい、いいですよね。このどこ飾っても恥ずかしくない木ですよね。鉢だけでもそうですし、はい、長寿梅のこの感じと、そうですね、まあ、大きさ的に中品っていうサイズになって、宿鳳、宿鳳がオリジナルブランドですよ。そうですね、うちが卸になっているというか、まあ、先代初代からの付き合いで、はい、ずっと注文して作ってたりしてますね、はい、ちなみにこのだから初心者の方が選ぶとなると、はい、深さが結構重要なのか。そうですね、木に合わせた深さ、そうですね、ある程度、まあ、木に対しての比率もありますけど、うん、やっぱりどうしても枯らしたくないっていう人はちょっと深めのに入れて、まあそうですよね、はい、それが一番。深さはじゃあ木によって選んで、そうです、ね、形は結局好み、好み、はい、うん、色も好みですけどね。なるほど、大体、うん、でも反対色みたいな感じだったりとか、ある程度は参考にしてもらえば、うんうんうん、はい、反対色か、確かにそうか、ね、無難なのは白だったりね、うん、そう、何にでもあったりしますけど、これもちりめんかずらですね。ちりめんかずら、はい、これまたちょっと変わった鉢なんですけども、これは何ですか。これは木工っていう形になりますね。木工、はい、まあ要は木工、ボケっていう 木の実みたいな花っていうんですかね、花の形を木工つうのかな、まあ、要は変わった形なんですかね。楕円でもなく、うん、なんでもないっていう。足も結構高いですね。そう、こういう形っていうんですかね。木工鉢ね、形で。意外と奥があって、で柔らかい印象もあって、うんうんうん、はい、ちょっと普通のが嫌だなっていうんでアクセントつけるんで、こういう鉢になるんですね。うん、ちょっと葉っぱが低いんで、はいはい、こういう変わった鉢に合わせてありますね。なんか洋風な、そうですね、でも、もう昔からある中国、古くからある 方なんですけどね、古典的な方ですね。ちょうどこの足が狭いのが古典的なやつで、青かわいいですね。そうですね。さっきのあっちとはちょっと色が違うんですけど、うん、はい、これもいろいろな色があったりして個体差がありますね。ちなみにこの、はい、こういう鉢の値段ってどのぐらいなんですか。どれが一番高くて、これ高いんですよね。それを宿鳳は高いですね、はいはい、はい、あの手作りですね、職人の手作りで、フルオーダーみたいな感じなんで、はい、あんまり作れない。いや、安くていいやつは安くていいやつは、まあ、あの日本産と中国産とかでいろいろあるんですけど。あ、なるほど、はい、日本産がやっぱ高くなっちゃう。そうですね、大体は。ただ、うん、型で作った大量生産品とかは、まあ、安く買えますかね。でもそれ同じ型で作ったやつはやっぱり中国のがもっと安いんで。なるほど、はい、まあ、あとはブランド名じゃないですけどね、作家名を覚えたりしないと、はい、一回買っちゃえばもうずっと使えるっていうのもありますよね、はい、
多少割れても直したりして使ってたりしますんでね、あの金繕いとかしたりして古くていいのはなかなかないですね。やっぱあるんですか、そのお宝的な。あ、そうですね、結構ありますよ昔のやつで、うん、普通に使っちゃってますけどね、うちは入ってますけど、ね、やっぱあるんだ、やっぱそういうのが。そうですね、みんなお宝みたいなやっぱり展示会とかにそういうのに合わせて使ったりします、ね、はいはいはい、うん、古いのは本当に100年200年よりもっと前の鉢とかもありますので、はいはいはい、うん、そういうのを古い木に合わせたりして、うん、やっぱり木が古ければ鉢もある程度古くないとやっぱりつり跳ねなかったりね、しますんでね、うん、やっぱりピカピカのテカテカだとちょっと嫌だっていうのがあったりしますので、うん、そうですね、まあ、新しかったらちょっと合わないですか、うん、一番最初の欅が青河内っていうんで中国の古い鉢ですね、はい、もともとこれ岩盤っていうのは鉢じゃなかった。え、これ鉢じゃないんですか。昔あの亀の蓋だったんですね、江戸時代とかその、はいはい、うん、千利休とかのその時代のそういうね、よく言われますけど、それをまあ穴開けて切り植えちゃったっていう。めちゃくちゃ個人のチャイムが。はい、まあ、この県外、今度は五葉松ですけど、県外っていうちょっと崖に生えてるような木なんですけど、うんうん、まあ、そういう木に合わせるんで県外鉢とかと主に言ってますけど、まあ、正方のマス鉢っていうんですかね、深みのある鉢ですね、うん、単純にバランスがあったりもしますし、やっぱり横幅あるとなんか大きく見えちゃうんですかね、はい、すっきりかつ根も入るように深い感じの鉢にしてありますよね。であんまり軽いと倒れちゃうね。そうですね。でもかなんか必ずやっぱ止めてますよね。そうですね、一応、まあ、風とかで、そう、風とか地震とかあるんで、やっぱり、はい、常に止めといた方が安心です、ね、一応自立はします。へ、バランスとか、ね、木を入れてっても。そうですね、はい、じゃないと飾れないんでね。これサイズって大きいものしか見たことないんですけど、はい、小さいのもいっぱいありますね、はい、手のひらサイズとかもありますしね、うん、この形だから高いとかいうのはあるんですか。まあ、あとは作るのがやっぱり作りづらいっていうのは高くなりますよね、手が込んでる鉢、はい、丸は安かったりします、比較的6度ですぐできちゃったりしますんで、角張ってるのとか貼り合わせたりしなきゃいけなかったり。あ、四角のはじゃあなんかちょっと手間かかってますね、はい、まあ、楕円とかもそうですけどね、輪郭とかは結構手がかかるね、あとは絵描いてあるやつとかね、染め付けっていうんですけど、はいはいはい、ああいうのなんかはちょっとかさむと思います。かさむ。井上さんで鉢を買いたいってなった時、はい、どんなものがあるのかなっていうのを、そうですね、教えていただきたい。はい、わかりました。うちで売ってるのはもうオリジナルのこの紅葉っていう、紅葉、はい、常滑の鉢ですね、まあ、皿これ6度で作ってもらってるんで、日本の鉢にしては結構安い1100円とか1500円とかでリーズナブルで出せるうちのオリジナルの鉢ですね。この穴3つ開いてるじゃないですか、はい、この3つの穴って、まあ、針金、はい、で3つある理由、はい、あ、まあ、水はけですよね、主には。水はけ、はいはい、あんなが多ければ多い方が水がはけるっていうのは当たり前だと思うんですけど。なるほど、まあ、普通の鉢だと1個で、根菜鉢だと2個っていうイメージ。そうですね、まあ、例えばこれ1個でもこの横にあることで、はいはい、やっぱり真ん中しか水がはけなかった場合は、あ、なるほど、あの木をやっちゃうと真下に行くまで水がはけなかったりするんですよ、はい、これは針金ここで。そうですね、針金固定用に使ってもいいですし、はい、なるほど、ちょっとあるとやっぱ違いますよね、柵の乗り方が、根っこがやっぱり根っこも呼吸してますんで、はいはい、はい、鉢穴1個っていうのはなかなか厳しくなってきますね、はい、でリーズナブルのがこちら。そうですね、そちらの1100円、はい、1500円、はい、もうちょっと大きいのもあります、うん、なるほど、各種あります。で木によって深さ、そうですね、変わってくるってことですね、はい、草物盆栽なんか植えてもいいですね、こちらが、はい、宿坊、宿坊、これが先ほどの、はい、京焼きですね、京都清水の作家さんですね、うん、宿坊、宿坊って落款と不要縁のマークですね、はい、この紅葉にもありますけどね、不要縁、祝う峰、峰、はい、
妖艶な、うん、あ、ここに書いてますね、はい、富士山マークで竹のマークが入ってる竹山不妖艶って言ってオリジナルブランド、オリジナルブランド、はい、こういうデパチのもありますし、あ、これも同じ四国ですね、フルオーダーできますんで、フルオーダー、あ、そうか、オリジナルだからオリジナルだから何でも作れます、なるほど、はい、祝報が欲しい人はもう不妖艶に来ないと買えない、そうですね、まあ、たまにあの中古とかで出回ってますけどね、はい、これもそれも祝報で、オリベ人気の色ですね、はい、1万8000円、かわいいこれはそれは鉄斑っていうんですかね、釉薬の独特な反応で出てくるんですけど、うん、それも特徴の一つですかね、うん、確かにかっこいいですね、そうですね、新品でもちょっと渋いんで、うん、はい、どんな木が合いますかこれには、まあ、雑木類だったら何でも合いますね、見物でも、はい、緑が深いんでね、なるほど、はい、確かにそれも、ね、これ長方っていうのも長方形、はい、まあ、これは常に在庫があるってわけじゃないんで、欲しい時に欲しいサイズがあればラッキーと思ってもらえる、なるほど来てもらって、うん、そうですね、ちょっとお高い、お高いですね、初めに始め入るにはなかなか、そうですね、うん、でプレゼントとかに、そうですね、これにこれ入れて渡してくださいとかだったらいいですね、うん、自分のこの趣味で買うにはちょっと高いかなっていう感じがしますけどね、うん、なるほど、なんか色は主に人気のこれと、はい、まあ何でもできるんですけどね、人気なのでこの緑のオリビばっか頼んじゃってますけど、そこがもうオーダーができる、はい、オーダーできますね、はい、まあ、例えば金曜の色サンプルみたいなね、やっぱり陶芸と一緒なんで、この微妙な色の違いとか全部出せますんで、あ、でも基本は青なんですか、まあ、それは金曜の場合ですけどね、あ、金曜という、はい、種類ですけど、へー、出せますんで、この色にこれ入れてくださいみたいな、そう、でもなんかある程度要望はできますよね、この形にそれの色にしてくれとかはいくらでも、あれでも贅沢だな、贅沢品ですねそこまで来るともう相当の玄人ですね、うん、はい、いつかね、いつかって思いますけど ね、ありがとうございます、あとそうですね、こっちか、まあ、本当の写真者向き、比較的リーズナブル、はい、石って呼んでますけどね、石鉢、これはもう本当にみんなの皆さんの想像次第で何故よ、あ、なるほど、ね、こう細いのピューって植えてもいいですし、はいはい、ここに山盛り苔玉とか置いてみてもいいですし、苔玉、はい、そうですね、であとちょっと何だろう、そうですね、草みたいなピューってなってたりとか、価格帯も結構リーズナブルな、はい、ですね、これとかそうですね、玉り石みたいな感じで、ピントがね、大きいもの、もっと大きいのもあります、はい、まあ、でもうちで作ってるんで、もっと要望があればこういうの作ってくれと作れますので、ね、はい、これは本当にその人の遊び心次第で何とでも作れる、ね、一本松みたいにしてね、こっちに苔張って空間に出したりとかね、はい、山野草みたいなのもポン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 って入れて、ね、高低差出したりとかして遊べますね、2本並べたりとかね、うん、3本並べたりとか、いろいろ配置で2つ組み合わせたりね、人とかね、これでどこに防災が入るんですかこういうのはね、そう、いろいろそれ、ね、自由ですよね、そんなところで、はい、そんなところで、でこれが、不妖艶さんに置いてある盆栽鉢ですね、はい、高いものからリーズナブルなものまであります、鉢、ね、はい、の選び方が分かったので、まあ、それを基準にしてこれから盆栽と盆栽鉢を選んでいけたらいいのかなと思います、ではありがとうございました、ありがとうございました、はい、迷ったら聞いてもらえばね、そうですね、それが一番、テイク2なんですね不自然ですね、不自然ですね、ここのラインからおかしかったですテイク2です、あれ